お元気ですか、ボクシミです。今回はスーパー合体シリーズ2、チーズカレーと、ね、味噌のね、カップヌードルでございます。では早速ね、お湯を入れて試食したいと思います。これね、実際ね、チーズと味噌はね、相性はいいんですけどね、ちょっとカロリーが高めなのでね、気になるところでございますが、食べてみたいと思います。では早速食べていきたいと思います。3分経過いたしました。では開けていきたいと思います。実際にね、カレーとね、なんか八丁味噌はね、相性もいいっていうのね、聞いたことはね、ありますけどね。で、ちゃんとかき混ぜてですね。これ見た目とね、ちゃんとったね、カレーでございますけどね。じゃあ、いただきます。でね、カレーの風味とですね、若干ですけどね、味噌のね、しょっぱみがね、絶妙にね、マッチしています。ということはですね、これカレー作るときはですね、さっき言った八丁味噌とかもね、入れてもいいですよね。普通に味噌入れてもね、相性はね、いいんじゃないかという考えに、ね、なりますよね、うん。これは結構さっきね、カレーですからね、ご飯にね、かけて食べてもうまいしね、パンにつけて食べてもね、これは相性がね、いいと思います。よかったら皆様もね、購入して食べてみてください。で、これのスーパー合体シリーズは、このパート4で、終わりたいと思います。またね、世界のカップヌードルの方もね、購入しましたので、こちらもね、近日ね、試食動画出しますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。